いやだから求めてんのは、はい、別にそのさあチェスターに似たボーカルが欲しいわけじゃなくて、そうなんです。何のため、それ言い出したらさ、でもバンヘイレンとかどうなんでって話じゃん。はい、あのご視聴いただきありがとうございます。ああ、ありがとうございます。今ちょっとドルフ氏がすごい怒っていて、これについてまず現状をお伝えしますと、はい、あのリンキンパーク、はいはい、まあ動画内でも我々たびたびファンやと公言しておりますけども、新しいボーカルが入ったんですね。うん、チェスターがなくなったので、はい、はい、でその新しくボーカルが入ったんですよということで、うん、その音源を聞いていたところ、うん、ドルフ氏が激高されましてですね、で怒ってったっていう、そういう経過にはなります。いやだからね、はい、でも頑張ってたでしょ。いやだからそのさ、頑張ってたっていうのもさ、はい、うわすごい、チェスターとは違うけどちゃんと成立させてる、頑張ってるじゃなくてさ、はい、チェスターにすごい似せるために頑張ってるねっていう、よくない頑張ってるやんか、あれって。はい、あんたも頑張ってる頑張ってる言うてるけど、その頑張ってるって絶対そのよくないほど頑張ってる言うてるよね。はいはいはい、だから激高してるのは俺だけじゃないはず。ハミズ、僕の率直な意見としては、うん、みんながまあ、ちょっとその前にちょっと言っときたいことがあって、はい、僕聞いた時にすごい喪失感に襲われたんですよ。何かっていうと、うん、やっぱ彼が亡くなってしまった後って、はい、どっか実感がなくって、うんうん、その受け入れられないところもあるんやと思うんですけど、その発表がその亡くなってから今日に至るまで、まあ、その昔に録音されてたレコーディングの記録とかがこうポン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 出てたりとかしてて、まあ、それとこう触れ合ってたところ、新しいボーカルが加入しましたよって発表されて、音源を聞いた瞬間に、ああ死んだんや、すごいはっきり実感して湧いてきて、なんかそういう心理的な作用もあるのか。いやそのさ、やっぱ、はい、チェスターに対しての愛が強すぎて、はい、なかなか新しいものに対してその認めようという気が起きひんというのは絶対あると思うね、はい、反心理として、ただ、はい、チェスターの中途半端なモノマネボーカルを入れなあかんほどやばいんやっていうところが多分喪失感なんじゃないかな。まあそれもあるかな。でちょうどこの話をした時に、うん、二人とも同じもんが頭によぎったんですよ、はい、クイーンの後釜ボーカル、はい、アダム・ランバート、はい、彼はモノマネせずに成立させた。彼は彼の歌い方をしたんです、うん、フレディ・マーキュリーの真似をしなかった、しなかったし、でもかっこいいじゃん、あ、彼は真似、なんで自分の歌い方せんのかなって思いました。そのリンキンバークのその新しいボーカルの音源を聞いたときに率直に思ったのは、まあ、女性なんですけどね、うんうんうん、新しくその入られた方、うん、自分の歌い方したらええやんって。なんであんな中途半端にさ、あれほんま中途半端、そのサビになった瞬間さ、はい、倍音成分増やすためにちょっと喉を潰したような歌い方したりとかさ、はい、あんなことしちゃってダメだよ。まああれは、いや元からああいう歌い方をしてるんやったらいいですけどね。あんまりにもそのチェスタービーキーやから、俺はチェスターすごい好きやから、はい、っていうのも絶対あんねんけど、あれっすよ、ドルフさん、一種のアレルギーやと思ってますよ。そのああ分かるよ、分かる分かる、アレルギーやと思うんですよ、うん、とした上で、うん、いや彼らもそのうん悩んないと思いますけどね。正式加入っていう形を取ってるんで、正式加入させるんやったら他にもっとええのを持ったんじゃないんかな。はっきり言うのは、正式加入することがボーカルの立場であるとしたら、うん、もっと違う路線でもよかったんかなと。いやそうやね、だからなぜあそこをさ、はい、もうほんまバンヘレンのボーカルみたいに似たような、まあ、ワンズのボーカルでもええわ、はい、同じようなん連れてきてさ、はい、で結局前の方が良かった言われて、まあ、バンヘレンは3代目がええとか言う人もおるけど、バンヘレンのボーカルってサミー・ヘイガーとか、そうそうそう、いましたね、確か、うん、なんかよーそんなよう似たの見つけてきたなみたいな、あそこまでやんねやったらええと思うけど、はい、
ょっとクオリティ低くない？あれ、モノマネにしても。だっていうか、俺あの、昔やった、IT やってた時のあの、同僚の子、はい、めっちゃリンキンパークのモノマネうまかったけど、あの子の方がうまいぞ、あれ。あれ、何の話っすか？いや、あの子はほんま、ほんで、なんで、その子、バンドやっててんけど、はい、ベースやって、でも歌はうまかってん。はい。ほんま、リンキンパークめちゃめちゃ上手やったわ。へぇー、うん。の方がうまかったレベルやで、あの、新しいボーカルやったら。あ、マジっすか？うん。まあ、いや、まあでも、あの、でも、今後の経過に期待はするで。ええ。うん。あの、たと、まあ、あれですけど、うん、誰がやっても叩かれてると思うんですよ。いや、それはそうだよ。あの、前のその、ボーカリストが、うん、そりゃそうだよ。うん。ボーカリストだけに。でもさ、あの、サポートで入ったさ、ワンオクのタカの方がすごかったし、うん、リンキンパークの代打やったらな。まあまあまあ、代打、はい。正式加入であれってなっちゃった、正直。繰り返しになりますけど、誰が入っても叩かれてますよ。いや、そりゃそうだ。はい。そりゃもちろんそうだ。わかる。しかし、やばいんやったらやばいで、もっと突き抜けてほしかったし、はい、あの、寄せるんやったらもっと寄せてほしかった。まあまあ、個人的にはリンキンパークの新しい僕ら入ったってなった時に、うん、どんな人が入ってほしいかって言われて、一番初めに僕思いつく人って、うん、あの女王蜂のボーカルみたいな人が入ってほしかったです。あー、アブちゃんね。はい。俺はでもさ、入ったらすごいことなりそうやなって思ったのは、はい、アスカやな。アスカはやばい。アスカはやばいぞ。あ、でもアスカの声ってああいうさ、いや、そうやろ。あの、そうやろ。すごいこう、あのデジタル、すごい機械音とも相性いいと思いますよ。いや、俺アスカに一曲歌ってほしい。あ、でもあの激しいギターのディストーションの音の中と電子音の中とかでも乗っていけると思いますよ。うん、確かに。そう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 。アスカやったら、あのすごい中音が出てるし、うん、こうこうした。そう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 。ビーズの稲葉さんとかっていくと、やっぱこれは否定あかんなと思うんですけど。そうそう、違うね。うん、そうじゃないってなると思う。それは合わんと思うのは喧嘩すると思いますね。うんうん。稲葉さんとかやったら大穴でマーチンとかどうやるの、はい、エリック・マーチンですか。違う違う、エリック・マーチン、エリック・マーチンええな。エリック・マーチンも良さそうやな。エリック、まあはい、結構ロックしてるんで、うんうんうん、俺が言ってるマーチンは鈴木雅之の方な。違う違うの方な。今まさに違うんですけど。違う違うってなったわ今。というわけで、はい、今回はあの、まあ、前回のサウナ会から、はい、ちょっと今我々の中で釣りブーム来てて、はい、釣り遠征に来ております。来ております。ちょっとこの場を借りて俺言いたいことあんねんけど。どうぞ。ピショ知ってるよな。俺一時さ、の某議員さんにしてたのご存知？いや、もちろん知ってますよ。知ってますよね。あの、はい、某西宮のあの、あ、そうっすけど、縁もゆかりもない、心もいない、うわって言ってた、あの人ね。朝なんで、うん、ドルフさん、朝なんで。あの人、はい、僕大ファンなんですけど、はい、あの人って、あの、はい、まあ、まあ、もうネット見たら溢れ返ってるから言うと、はい、つるっとしてて、おかぶりになられてるじゃないですか。はい、で、僕は、のに、お外しになられてる画像を、あ、で、はい、の友達にはいてるけど、はい、長年会ってなかった僕の友人が、はい、今の俺はあれになってると勘違いをしてたらしくて。うん、あの、わかる？分かる、分かる、あの、お外しになられてるあの議員さんの容姿に俺がなってると思われたみたいで、はい、ちょっとそれってどうなんやろうと思って、はい、違う。はい、何の話っすか。いや、言っときなかったよ。ほんまに引っかかってて、あ、そういう勘違いされるんやって思って。以上です。はい、ということで、ドルフ氏20何年ぶり、はい、師匠はもっと、いや、僕小学校の時ですよ。あの、そのバス釣りのブームがあった時にちょっとかじったぐらい。だ、もうほぼ30年ぶりとかかな。あ、そうですね。に最近ちょっと釣りをしてまして、まあ、ちょっと釣りの感覚取り戻して、はい、ゆくゆくは山に竿を担いで入っていって、
ちょっとややこしい釣りとかもしたいなと思って、その修行会を兼ねてですね、はい、ちょっと釣りを今日はしていきたいと思っております。まあ、そうですね、釣れたらいいなと。で、あかんくなったら強制サウナ会ですね。いや、まあそれはええけどよ、マーチンかなー言うて、エリック・マーチンと鈴木マーチン横に並べたらやばいな、マジでな。違う違うってなるの、ほんまミスター・ビッグと思って。違う違う、そうじゃないっていうようなボーカルを入れた方がええんじゃないかなっていう。違う違う、そうじゃ、そうじゃない、君を乗らせない。朝なんで今ちょっとどうし、テンションがおかしい。寝てないんだよ。リンキンパークに関しては、はい、メンバーの意向がどこまで反映されてるかが謎やけどな。あれなんかプロデューサーの変な一択で言ってそうな気するけどな。 あれリンキンパークやったかな、あのすごい有名なプロデューサーがいるんですよ。うん、あの人が感動感やったけどな。どうやったかな、秋元康。いや、あ、こうすっごい難しいドルフしとる。それパーンってパンチ来たと思ったら、手がこうパンチ来たと思ったら手がパッて開いたから。それすごい難しい。でも偉大なミュージシャンがどんどんなくなっちゃうね。27歳ルールって今も有効なんですか。27サミットじゃないですか、あれは。有効じゃないですか、だってあんたの敬愛するカート・コバーンも入ってるでしょ。はい、27歳ですね。ですよね。まあ、彼の死に方はあれですけどね、今も未だにその他殺説みたいなのがありますけど、ありますよね。いや、やけど僕の敬愛するランディ・ローズも謎の飛行機事故で死んでますし、あれは他殺でしょ。あれは他殺ですよね。あれはややこしいですよね。あれ完全にイカれてるでしょ、あれ。ですよね。はい、シミ・ヘンドリックスも27歳、ね、うん、オートですよね。あれもでも、でも27歳超えるときは思ったな。え、あなたどういうこと？27歳を超えるときにどう思ったの？あ、俺は入られへんかったって思った。そうですね、自分にはギターの才能はないと思います。あ、でも27のときあんたもうギター引退してたやろ。そうっす。今急に持ったっす。あ、そうやんな。急にめっちゃ取ってつけたよな、今持ったっす。もう何の話や、釣り行こうか。はい、行きますか。ドルフのブートキャンプ。あの立ち木とか投げて、ちょっと正午のベート貸して。繰り返しになりますけど、釣れたらどうするんですか。そっちやったら多分引き抜けるよ、ある程度までは。今折ったな、バス開いたんすか。うん、トルさん、マジでここで釣れてもたらどうするんですか。あのバスも俺どうなんねんってなりましたけど。はい、進もう。もう糸切りエンド。よっしゃ、来たやろ。ギル。ギル。うん？いや、今あ来たと思って合わせたら。うん。持ってかれたんです。うんまや、腹いっぱいになるんですかね、ワンモクって彼ら。いや、騙してる僕らが言うのもあれですけど、多分 2,3 日後にうえー言われんちゃうか。言ってますよね、きっとね。胃もたれが収まれへんわ。あれ、なんか美味しかったけどみたいな。人間が出す一番情けない声。ああ。
夏が過ぎ風あざみ誰の憧れにさまよう選曲よ飛んでドルフシー選曲よ8月は追いかがり私の超かわぎる模様バスガツ名物ドルフシーの歌唱一回から僕がレビューしてる間頭から最後までずっと歌っててほしいっすあいいねエンジェルエンジェルエンジェルドゥ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 時にうつもれた記憶の彼方ストロンテックそうさ僕たちは結論から申し上げます天使だった最先端だ空の上から愛の歌やりにくいわテンション上がってくるとこもうざいしそれは曲に言えやドルフシがリバーランズスルーイットになってるリバーランズスルーイット、はい、何それあのブラッド・ピトが出てた映画があるんですけどフライキシングするシーンがあるんですよそのシーンみたいな見た目になってますね人が太陽光にこう照らされて見えてブラピってでも顔面ばっかりフィーチャーされがちやけど実力あるもんな演技もブラッド・ピットの劣化バージョンがカプリオやと僕は思ってます、うん、ああ演技力がないはいなんか変な無人島に行く映画でクソみたいな映画あったなディカプリオのなアイランドああかなあの自給自足みたいなしてるおっしゃいさあ立てろよはい巻かれるで巻かれるでもっと巻かな巻かなバスやあ外れたあジバンニャI'm just scared, man 今の完全にバスでしたねバスバス、絶対バス逃げられたっすね惜しかったなぁまあ、彼は腹壊すこと確定っすねなんかこれうまいけど、ウェーってなるでしょうね口の中に入ったかどうかやけどな Heart, Rock, Hallelujah 刀に入れませんっすそらあんな奴ら来たら逃げるやろな、はい、魚と言わず人間逃げるやろなポジティブ Here we go Come on Here we go Come on 水分取らなあかんすねどう水分補給とかけまして、はい、なんすかじゃあやってよえしょごっちやってよいや今一生懸命考えてるんでああまだ整えへんの寝かすか水分補給とかけまして飲んだらなんか出るかなってああ、失礼しました水分補給と何かければいいんですってそれ俺が言うんですか少ないですか水分補給はい水分補給とかけましてはいロンドンブーツ1号2号と解くその心はどちらも量が大切でしょうショーゴ、はい、そこ見てバスいっぱいおるわここお、ほんまや小バッチやけどドルフのブートキャンプまあ超過的には僕がギル一匹のはい師匠が小バッチ豆バッチよりはもうちょっとあったかな25ぐらいかなはい目の前バラス、はい、ということで、はい、今10時ですね朝の10時、うん、あれなんでしたっけ朝その夏モードのバスがっていうかもうまだ完全にコンディションが真夏のまんまで、はい、これダメだよ温度が高すぎるでしょもう高すぎて人間と一緒でやる気ないんですよああそうなんですか、うんでもう太陽上がってきて人間も今ヒーヒー言ってるじゃないですか、はい、もうこうなってきたらもうまず釣れないんで真夏の昼間なんか、
なので、はい、一旦、まあ、休憩と、まあ、僕らも休憩、はい、飯行って、はい、昼寝してサウナっすね、あ、サウナ先か、はい、了解っす次が、夕まずめから、はい、港で水井でしたね、うん、はい、アジ、メバル、ガシラなどを狙ってそっちはまあ釣れると思うよ了解っす、うん、いやー、いい釣果でしたねは？まさかシーバスが釣れるとはこんなタックルでシーバス来たら泣くで絶対切られるからあ、そうだ、うん、じゃあ僕が言ってることは嘘だって分かるっすね分かる公衆電話ハッキングする言ってる人と同じレベルで分かる懐かしキャラ出てきたぞまもなく夕まずめ夕まずめでございますお釣りの方はお急ぎください、はい、アジ本命アジ豆味マジっすかそんな釣れるんですかビチャビチャし水汲んだらいいですかうんお願いサオリールもうショウゴでも、ま、マジでもう試合やから今頑張らなもったいないで頑張って詰めというそうそうそうおいアジアと思うで。あの、持たれた。いや、いい、大丈夫、大丈夫。あの、はい、右30度ぐらい投げて、はい、どうしたっすか？ピューっとこの岸壁沿いな、ゆっくり巻いてきてみ。あの、はい、まず水について、はい、糸止めて、そこからもう2、30秒一回待って沈めて。はい、でそっからゆっくり巻いてきて承知しました針なくなった悲しいですあでももうあれやったらあでもあどうしたっすかあの袋道具やねあれまあまあこれどうしようこれどうしよう取れるチャンスおおあざすあざすパーファイ生涯中性はいはいはいお疲れ様でしたえここで解散いやじゃなくてあの動画回してんあそうなんですかエンドロールエンディングはい、うん、楽しかったですね今回ってんすか回った回ったいやー楽しかったハンティングですねやっぱ釣りってほんまにほんまに申し訳ないけどなんすかえ楽しかったっすけど俺ばっかり釣っていやいやいや楽しかったっす普通に贅沢な時間でしたほんまに竿を振ってまあ師匠が、はいバス 0.5 匹 0.5 匹ドルフシーギルカマスアジアジギルカマスアジアジ暗号通信しとるまあでもあの
各方面からお叱りを受けるようなことを言うとやな。はい、いや言うんすか、なら言うな。ジョブズ。いや割と真面目に、はい、同じ疲労度合いで登山と比較したときに遊べる量が全然違うね。あ、それは違うでしょうね。言うてだって今日なんか金剛のちょっとややこしいルートぐらいのルート疲れ方しかしてないでしょ、多分。全然してないですね。それ、うん、ていうか、はい、僕全然疲れてないですね。体力的なことだけで言えば。じゃあ、今後また釣り動画上がるかもすんね。そうっすね、ハンティングっすね。そん時は見れるんで。よろしく。よろしく、頼むだ。じゃあサウナっすね。今から